サムスンは新しい NFT マーケットプレイスに加え、ブロックチェーンを持続可能性の取り組みに活用するため、カルダノを活用しています。昨日サムスンは、今後予定されている NFT マーケットプレイスのアグリゲーターの計画を発表しました。この動きは、サムスンの消費者が自分の NFT を表示し、展示するためのより大きなアクセスを提供しました。同社は暗号圏に大きな一歩を踏み出しましたが、物理的な世界も忘れてはいけません。本日、10億ドル規模の電子機器メーカーであるサムスン電子は、植樹を支援するイニシアチブを発表しました。昨日、ラスベガスで開催された2022年 CES カンファレンスからの発表で、サムスンがブロックチェーン技術を利用して、気候変動の緩和と対策として200万本のマングローブの植林を行うことを明らかにしました。具体的には、カルダのブロックチェーンを活用し、植樹した木にデジタル ID を付与するためにベリツリーを活用する予定です。ベリツリーは、カルダのブロックチェーンをベースにしたグローバルなブロックチェーンソリューションプロバイダーで、自然環境保護プロジェクトに対応したものです。これにより、サムスンはこの200万本のマングローブの植林を完全に監視し、各機の植林の進捗を追跡することができるようになります。サムスンによると、このプロジェクトの第一の目標は、約200ヘクタール、494.2 エーカーの土地を木で復元することだそうです。またこのプロジェクトは、約25年間で排出される CO2、約10億ポンドを回収、無効化すると試算されているとのことです。また、サムスンの企業サステナビリティ責任者であるマーク・ニュートン氏は、気候変動対策には自然を中心とした技術への投資が不可欠であると述べています。カルダノは強気。今回の発表は、カルダノのエコシステムに直接大きな採用をもたらすものではありませんが、ブロックチェーンと特にカルダノが可能にする可能性の興味深い例を示しています。サムスンがベリツリーを支持することで、スマートコントラクトプラットフォームという環境に優しいニッチな分野で、カルダノが競合他社よりも優位に立つことができるかもしれません。カルダノは、最も環境に優しいスマートコントラクトプラットフォームの一つであると主張しています。その採掘プロセスは、他の暗号プロジェクトと比較してエネルギー消費が少なく、ネットワーク全体で年間わずか6ギガワットアワーです。サムスンによるこの認定は、カルダノブロックチェーンが採用されるだけでなく、環境に配慮したプロジェクトに利用されていることを証明しています。これだけでなく、サムスンがカルダノを、そしておそらく他の多くの暗号通貨も視野に入れていることは明らかです。主流の技術界はまだ暗号エコシステムを完全に受け入れていませんが、サムスンがカルダノブロックチェーンを利用していることから、ブロックチェーンベースの世界の可能性の未来を、簡単に垣間見ることができます。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。